皆さんこんにちは。本日は猫ちゃん占いをしていきたいと思います。で、今回のフェスの夏のフェスなんですけども、宮殿と遊園地と、ビーチで分かれてるんですけども、この置いてあるアミーボでの、ご飯置いてあるんですけど、このご飯にうちの猫ちゃんが何を食べるかによって、数チームを予想していきたいと思います。はい、うち3匹飼ってるんで、1匹ずつちょっと呼んでいきましょう。まず1匹来ちゃって、ピカさん、何食べる？真ん中行くのか、お、宮殿にするのか。宮殿？ピカさん宮殿？おちこビーチ？どれ？どれ食べるの？どれがいい？決まんないですね、まだ食べてない。匂いを嗅ぐだけだ。決まってない。食べない。あ、勝てない？どこのチームも勝たない？あー。なんか、食べないですね。そんなことある？次の子どうぞ。次の猫ちゃんは誰だい？トムだ。トムはどれにする？宮殿？ビーチ？遊園地？さあ、下なめずりしてますが、何を食べるのか。お？選んでますね。選んでますね。決まらない？みんな決められない？あら。あらら。誰も何も食べませんね。トム、食べないのかな。お腹いっぱいなのかな。なんか選択のパラドックスってやつかな。決められないんじゃないかな。いっぱい選択肢があって、食べたいけど誰も何も食べない。万太郎かわいそう。今のかわいそう、万太郎。お、開けてきた。来た。どうしに来た。さあ、どれちゃん何する。何する。いろいろ見てます。いろいろ見てます。遊園地だ。食べた。食べた。遊園地食べてる。遊園地食べてた今。あれ？どれにする？やっぱ遊園地だ。今ちょっとビーチに行きかけたんですけど、打つ方が勝つとドラちゃんは言っております。なので皆さん、打つ方勝つかもしれません。参考になったかは分かりませんが、もしチームを決められない方は猫ちゃん占いを信じてみてもいいんじゃないでしょうか。あんま食べないんだね、みんな。